はい、どうも、堀内です。今回もですね、プラネタリアナイレーションやっていきます。さあ、今回ですね、これ4つの惑星、クリアしていきますね。2対2かな。これ一通りこのマーク次の戦い終わるかな。さあ、前回はですね、強引にゲートを作ってね、敵の惑星に降りて、温めていた部隊でね、一瞬で終わらせるっていう、戦い方をしましたね。で、まあ、基本的にね、他の惑星行く際に衛星軌道のテクノロジーがねあんまり進歩してない場合はね、テレポーターしか行く手段がないのでやってますけど、できたらね、空中から敵をね蹂躙したいですよね。あれ一箇所だけ？他はなんだ、自分で行け的な。ガスだっけ、これもテクノロジーないから意味ないんですよね多分。降りますか。だからここで1対2を演じてねそこから行くわけですよね。それから全員ここで降りるのかな。あんま降りる場所なそうですよね。どうなんだろう。対面にいそうですね。サブコマンダー、お動き出した。最初若干遅いんだ。まずこれができたらいつも通りねやりますけど、あとどうしようかな。なんか敵がもしかしたら全員いそうな気がするんだよね。これ68でこっち23なんで、その可能性高いですよね。これ周りにこういうのがついてる惑星は確かそこの軌道上かなに、びっくりした、作って資源取れたはずなんで、なんか違う扱いなんだよね、取り方というか。あれ今な、色違いじゃなかった、やっぱ両方来た。電気作りますかね。ここも速攻戦っぽいね。そこね早いな、速攻で偵察してますね。まあ、どうせやられないと思うんで、こう行ってくるか。コマンダーで勇敢に戦いに行って、なんならいろいろ作りましょう、あそこでね。ここら辺いそうな気がするんだけど、どうかな、あいつら近かったよね。白で紫が、あれ、あ、ここか、ここね。なら他のがいなければ、まあ、あと自由にできそうですけど、ここら辺行ってみよう。そこ近いな、うちも結構近いですね、思ったより。集めようか。さすがにやってくるか。軍がいりますね。では制圧用の部隊出しましょうか。なんなら来ましたね。いや、もったいない、もったいない。めちゃくちゃ壊されたぞ。
はい、これ作ってほしいな。で、押さえですね。コマンダーは 大丈夫か。さすがコマンダー。裏から来ないと思うんで、これで完成かな。ではもうちょっと地道に敵の方行きますか。よし、こいつがね、あったらこの辺固めればいいですね。では工場を作りながら行きましょう。基本そこね。これでここに作りまして、もうちょっと前かな、ならって、こう起点に攻めましょう。近いね。でこれができたら一回上級ボットあたりを作ろうかな。あれ空爆機だよな。早いね。おっと、若干落とされた。対空もうちょっと作るか。よし、できたね。もう連射しないんだよね。射程には入ってますけど。すぐそこにいるな。こいつ、あ、若干射程外か。惜しいね。ここで勝ち切る必要は別にないからね、いいんですけど。いや、裏にいるな。並べましょうか。こうじわじわと作ってね、進軍していくと。あ、対空置いてないな、そういえば。結構壊されたね。また若干射程外。逃げてんのかな。これなんかリロード的な部分でかかるんだよね、撃つのが。よし、一回ちょっと進んでみよう。現状把握ですね。少ないな。あ、両方いるんだ。なんだ。じゃあ
送ってもいいですよね。あっち任せるかな。あえてこっちから行く必要はないかもね。あ、近いな。あ、これが行ったのか。工場を作るかな。多分これ終わったと思うんだけどね。味方いますし。仕留め切ってはないか。こうかな。残りの工場で集めて、まあ進軍用の部隊はまあいるっちゃいますよね。してきた。これを使って一回上級ボット工場消えちゃったんでね。そしてここからは自爆の虫をひたすら送ろうかな。やったことないけど。よし、テスラボットとともに。ここまで行くかな。まあ、資源はうちのもんですね。当然ね。獲得して。じわじわやってんね。いけそうであるな。よし、作れ。こんだけの人数がいれば。あと、タイタンも行こう。タイタン、司令官ですね、コマンダー。ここで終わったでしょうね。対空が困ってますね。敵がいないから。対空は対空って空がいないと撃つこともないからね。相手工場多くないかな。そんな作れんのかな。まあ上級がなければできるんですかね。うちの2、3倍あったよね、この感じだと。あ、じゃあ、あいつは取られたな。くそ、サブコマンダー取られましたね。よーし、これちょっと大きい惑星で2対2だったんですね。 他のよ、他の。完成はしたんだね。上級工場。お、衛星起動戦闘テクノ、あ いや、いらないですよ、それはね。衛星起動テクノコンプリートが欲しいんですよ。これは全部いらないかな。これね、速度。
衛星軌道上で別に戦いたいわけじゃないからね。まあそのコンプリートしてれば他の地上攻撃のやつがあったらそれあげるっていうのでつけますけど、いらないかな。お、来たね。ビクトリー。ファイナルテクノで、廃棄テクノ。さあ、星系間戦争ですね。クリアできましたね。ただ、こういうね、ロックを解除するには、指定された惑星ですよね。で、データを拾うんですかね。データバンクに何かの装備がインストールして保有してあるとか、そこで友人が渇望する装備が手に入るだろうとか。コマンダーインビクティスは、エントラ星系に眠っていた強力な装備を保有しているとか。コマンダーなんとかはっていうのは、ね、その敵のコマンダーだよね。あ、これ、両方一緒か。これなんだろう、破壊カテバかな。こういうのね、ゲットしたいですね。結局今のプレイでは何もゲットできてないわけですから。ちょ、またやってみたいですけど。難易度ね、ベリーハード。ベリーハードでサブコマンダなしで、多分やれば、テクノロジーの有無ありますけど、ちょうどいいくらいだと思うんですよ。あとは大きさとかあるんですけどね。大きい惑星とかでやったりすれば変わるかな。1個くらいなんかね、アンロックできれば分かったんですけどね。まあ、多分その初期テクノロジーの変化とかがあるわけですよね。とりあえずね、ここまでにしましょうか。これがまあシングルプレイ用のね、星系間戦争ですね。どんどん進んでいって戦っていくんですけど、サイズミディアムで20何個かな？ 10 何個かあって、3つのユニークバトル的なやつをクリアするとゴールでしたね。大きくすればあれが増えたりするのかな？大きさね、ラージエピック。これなんだろう？無制限くらい大きいのかな？めちゃくちゃ大きいのもあるっぽいですね。